住吉選手です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の試合1対0で勝利しました。振り返っていかがでしょうか。まあ、本当こうなかなかチャンスが作れてなくて、で、まあ、後半入ってからは中盤でこうセカンドボールが拾える時間が少なかったので、まあ、自分が入ってからは、まあ、そこを意識してやれたので、まあ、良かったかなと思います。今シーズン久住選手リーグ戦初出場でした。どんな気持ちで試合に挑まれましたか。まあ、開幕戦メンバーに入れなくて、でその後アウェーでメンバーに入れてたんですけど、なかなかこう出場機会がなくて、まあ、出たい気持ちはあったので、まあ、こうホームで、まあ、まずはしっかりと試合に出れたことが自分にとってはプラスになると思うので、今後にしっかり活かしていきたいなというふうに思ってます。次節は味の素スタジアムに FC 町田ゼルビアを迎えての東京クラシックです。意気込みをお願いします。まあ、本当にホームで2連勝できたらすごく大きいことだと思いますし、それを目指してまたしっかり準備していきたいなというふうに思ってます。はい、では最後にサポーターのファンサポーターの皆さんに一言お願いします。アウェーで2連敗してしまって、ホームに帰ってきてしっかり勝ったので、また2連勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。